ビジネスに役立つもの概要を1枚の紙と10分の音声にまとめる本を読まない読書家の佐野田直樹です。本日は伊藤守さんの書かれました3分間コーチについてまとめています。この本を読んだ目的ですけれどもマネージャーにも部下にも負荷がかからず効果を上げる方法の秘訣が知りたいと思って読んでいました。 約10分にまとめていますので、よろしくお願いします。1、マネージャーとは一体何をする人か一般的にマネージャーに求められるタスクは、1、スケジュール管理とタイムマネジメント、2、実施戦略の立案、3、リスクマネジメント、4、判断、5、部い癖。しかし、 現実にマネジャーが日々遭遇しているのは次のような課題です。1. 指示待ち、受け身の部下の自発性をどう高めるか。2. 報告、連絡、相談をしない部下とのコミュニケーションを良くするには。3. 納期を守らない、遅刻する部下をどうやって責任感を持たせるか。4. 営業が苦手で萎縮している部下を行動させるには。5. 現場や他部門と話をしない部下のコミュニケーションを促進するには。6. 目標やビジョンを持てない部下への関わり方は ?7. 仕事に自信がない部下に自信を持たせる関わり方は ?8. 顧客志向のない部下の顧客意識を高めるには ?9. 会議で発言しない部下が発言できるようになる関わり方は ?10。 自分の利益にしか関心がない部下に会社に関心を持たせるには。11. 自分にしか興味がなく後輩を育成しない部下の意識を変えるには。12. 自己主張が強く人の話を聞かない部下の協調性を高めるには。これらの課題への対応にマネージャーは日々頭を悩ますことになるのです。2。部下について考える時間を取る。 コーチングの時間を取ると同時にもう一つの時間、部下について考える時間を取ることが必要です。何かあった時ではなく、普段から部下について考える時間が必要なのです。今必要としているスキルは、強みはどんな能力を持っているか。今の仕事を選んだ動機は、過去の成功体験は、今どういう状態にいるのか、どこを向いているのか、どんな時に一番力を発揮するのか。ある大手反射の マネージャーは部下との面談の前に、部下について知りたいことを次のようなリストにし、それらをもとに具体的な質問を考えています。1、基本的な情報。誕生日、趣味、家族構成、これまでの業績。2、今の状態。体調、人間関係、仕事との相性。3、仕事のスキル、タスク。4、能力、リーダーシップ、コミュニケーション。5、適性、キャリア。 この時漠然と考えていても何か思いつくわけではありません。そこで部下について知りたいなと思うことは言葉にし、それを自分自身に問いかけてみるのだそうです。3. 相手が知ってほしいと思っていることを知る。私たちは人を評価するとき、知らず知らずのうちに好きか嫌いかで判断してしまいがちです。 そうなれば、損か得か、敵か見方、そして一度その二極化から結論を出してしまうと、なかなかそれ以上は知ろうとしなくなってしまいます。だって嫌いなんだから。これは10代の若者のセリフではありません。私がつい最近、50代の会社経営者から聞いた言葉です。部下について自分が知らないことを知る。知らないことに気づけば知りたくなる。こうして、 部下のことを考えることが部下を大切にするということ。分かったつもりのままでいたり、知ることを面倒があったりせずに、ちょっとの隙間時間に部下について考えることです。電車の中でコーヒーを飲みながら、散歩しながら、机の前で、部下と実際に話す時間を取るのと同じように、部下について考える時間を取ることです。4コーチングの後の内容、 内側の会話会話そのものではなく会話の後のセルフトークが人の行動を決定します鋭い指摘や奥の深い質問の後はよく起こります効果的なコーチングの後でも当然起こるでしょう上司から発せられた問いに対する答えを探すプロセス会話の内容を咀嚼するプロセスがセルフトークとして 部下の内側で続くわけです。つまり、会話というのは、その場で相手に影響を与えるだけではないのです。というよりも、実際に人の行動に影響を与えるのは、会話の後に個々の内側で続くセルフトークです。互いの中にセルフトークが始まり、それが人の考えや行動に影響を与えます。5. 仕事の開始時がベストタイミング。 上司から声をかけるところは十分に可能です。具体的には次のような時です。新しいポジション、配置替え、昇進などを与えられた時、新しい仕事や大きな仕事を与えられた時、目標設定をするとき、営業やプレゼンテーションの前、重要なミーティングの前、事業計画を構築するとき。なんであれ、新しい仕事を始める前というのはコーチングに最適の場面となります。 未知の世界に向かって行動を起こしていくわけですから、テーマとなることはたくさんあります。この時点でコーチを引き受けることができれば、仕事の進行はスムーズなものとなり、成功する可能性も高くなるため、部下の多くもそれを求めています。六、起こす変化とやってくる変化。変化への対応力はコーチングの一番のテーマですが、 そもそもプロジェクトというのは、それが立案されるところから実行に移され、完了し、評価されるまでずっと変化の連続です。つまり、どの瞬間にもコーチングを役立てることができます。外側からの変化とは、不足のトラブル、転勤、昇進、または広角、部下の指揮が著しく落ちるなど、外から何らかの対応を迫られる、つまり、要望されることによって生じます。仕事だけでなく、 友人や家族など、プライベートの場面でも同様です。これに対して自分から起こす変化というのは逆に自分の方から相手に何らかの要望をすることから生じます。これは自分からコミュニケーションを始めると言い換えることもできます。というのもコミュニケーションとは基本的に相手に要望をすることだからです。個人に対するだけでなく、場に対する要望、提案、 フィードバックなどを行う場合もそこに何らかの変化が生じます。仕事以外の領域でも同様です。人は変化に対し受け身になると弱い、変化が来る前に変化をこちらから作っていく。7、問いの共有が行動を起こす。コーチングのベースには問いの共有があります。そして、 それは無理に作り出すものではなくすぐそこにあるものですあとはそれに気づくだけですそれに気がつけばいつでもそれについて声をかけその共有されている問いについて話し始めることができます自由に話をさせることができます部下は問いかけることによって普段は持っていなかった視点を持つことになります自分だけの小さな世界ではなくもっと大きな世界からの視点複数の視点を持つことになります それによって組織の中における自分の責任や役割に対する意識も高まります。そもそも問いには人を分かったつもりから行動へと移行させる力があります。問われればどうしても分かったつもりでいたのにまだ分かっていないことがあったということに気がつかないわけにはいかないからです。8習慣を活用する 変わらなければいかないのは上司も同じです。というよりも変わらなければいかないのは上司なんです。上司が変われば部下も自然に変わります。人が変わろうとするとき、これまではトドのつまりがセルフコントロールや自己鍛錬に頼ってしまいがちでした。そして大抵の場合うまくいきません。それよりも私が最近注目しているのは新しい習慣を作り出すことです。 スキルを身につけさせるよりは、スキルを自分から習得したくなるような環境や習慣を作ってしまうことです。どのような環境であれば目標は達成されるのか、部下は育つのか、するとそこには例外なく、部下と上司がコミュニケーションを交わすという習慣、上司が部下について考えるという習慣があります。その習慣を活用することで、特別な努力を強いることなく、自分が発生させようとする、 変化に対応できるようになります。さらに継続です。何であれ新しい習慣を身につけるには、習慣化する行動を具体的に決め、その行動を毎日繰り返し行うことが必要です。具体的には、部下とコミュニケーションを交わす場面を事前に学習し、その場面で部下をコーチすることです。このことが習慣化されることで、目標の達成、部下の育成の実現はより現実的になるでしょう。 これ以外にも、マネージャーにも、部下にも負荷がかからず、効果を上げる方法、具体的に紹介をされておりますので、一度読んでみられることをお勧めします。今日は以上で終わります。どうもありがとうございました。